回目のチャレンジです。レベルアップしていきました。優勝したいですということです。それではご紹介しましょう。湯浅&ひなのでロリポップ3回目ということで、今回はどんな感じでしたか？優勝できそうですか？できそうですか？はい、じゃあ結果楽しみにお待ちください。ロリーポップでした。はい、ありがとうございます。さあ、続きましても